で、まあ、今回同じチームということで、あの2人でね、なんかできたらいいなと思ってるんですけど、正直何も考えてはないです、まだ。ぜひあのダブル勇気のダブルチームが見たいんですけれども、ありえますか？そうですね、じゃあ、はい、篠山選手を。篠山選手をダブルチーム、はいはい、ダブル勇気で。ダブル勇気で考えておきます。よろしくお願いします。